女性家族部は、大韓民国の国家行政機関。女性家族部の長女性家族長官と称し、国務委員が任命される。女性政策の企画、総括、女性の権益増進などの地位向上、家族と多文化家族政策の樹立、調整、支援、健康家庭事業のための児童業務を呼び、青少年の育成、福祉、 保護に関する事務を遂行するとしている。元フェミニストのお、セラビによると、韓国国内では、最も不要で解体すべき部として、批判を受けている。おは、慰安婦活動が巨大な産業になっており、正義連やその出身者と共生関係にある、家族部は、解決を望んでいないと指摘している。共に、民主党の警府である、ヨルリン売り党女性委員会で活動し、 韓国女性団体連合と一緒に仕事をしていた時に韓国の女性運動が民族統一運動に偏りすぎていると気づいたと述べている国際通貨基金危機をありかけに経済的に大変な女性弱者のために仕事をしようとしたが韓国女性団体にそれは国がすべきことであって女性団体がすべきことではないという偽善的な意見が 閉めていることで利益追求ばかりの韓国のフェミニズムから去ったと述べている。低滞教を中心とした慰安婦関連団体が組織を牛耳るなど不正が行われてきた。受給者が支給審査を行うなどありえないことが行われてきた。政府から多額の予算を与えてられてながらどのように使われたのかに対しては全く監視していない中央日報は 女性家族部は、ここの公金を持って行って、使いなさい、部、正義連をして、女性家族部長官をして、国会議員をする彼らだけの世の中などのような世間の、皮肉を聞くことになるのだと数々の不正を、告発してきたあまり名宿は、女性家族部の存在理由はそれこそ、人権蹂躙と血税の無駄遣いのために、存在するのではないかと思います。と指摘している。女性部が、 業務拡大し、女性家族部に、今日発足から連合ニュース2010年3月19日付、女性家族部職生、第2条、コラム、インミカリタダシダ玉の、内部者たち、イコール韓国。中央日報韓国の最新ニュースを日本語で、サービスします。2021年4月6日閲覧。慰安婦支援団体の金の流れの怪しさ。 行政の超ことなかれを告発する爆弾女子デイリー新潮2021年4月6日閲覧コラムインミカリタダシダマの内部者たちイコール韓国中央日報韓国の最新ニュースを日本語でサービスします2021年4月6日閲覧ムンジェインが現行不一致でついに韓国メディアが 政権批判を始めた。マネー現代。マネー現代。2021年4月6日閲覧。慰安婦活動がまるで巨大な産業。正義連は解決を望んでいない。中央日報韓国の最新ニュースを日本語でサービスします。2021年4月6日閲覧。慰安婦活動がまるで巨大な産業。正義連は解決を望んでいない。 中央日報韓国の最新ニュースを日本語でサービスします。2021年4月6日閲覧ありがとうございます。